アムロ風実況ガンダムオンライン実況者のエテポンゲです。よろしくお願いします。前回、課金をして量産型ニューガンダムとね、ネロ、ネロの金図がまあくしくも当選してしまいましたので一応作ってみました。てなわけで今回はこのネロの使い方ってのをみんなに教えてあげようと思います。やっぱりね、新機体どうやって使ったらいいかわからないよっていう人たちが多いと思いますんで、格闘のスペシャリストであるこの僕が、実際に大規模戦で使って、どういう風な立ち回りが一番いいのか、どういったこの戦場ではどう立ち回るのかっていうのを、しっかり、僕の動画を見て勉強して帰っていってください。僕あれ空手やってたんで、空手まあちょっと 音だけちょっと聞かしてやるわ。空手やってたんで、はぁ作ったんですが、グレネードスロワーということで、はい、グレネードスロワー、まあ全然これはね、当たりなんですよ。ネロっていうのはもともとモジュールが、ついておりまして、ネロだけのモジュール、ネロだけのただ一つのモジュール、コンバットチューイングですね。格闘のダメージが 15% 上昇し、格闘のヒット時に硬直時間を 25% 軽減する、着地後の反動を軽減するというこのネロだけの、特性がありますんで、これはもうね、特性は正直どれでもいいんですよ。ウィークシューター以外だったら大当たりですね。はい、で、だから今回はね、このネロをメインに使っていきます。そしてデッキは、こんな感じで、格闘キャラクターたちを、まとめてみました。今までなかったんじゃないかな、格闘お披露目したこと、動画で格闘使ったこと一回もないと思うんで、今回ちょっと見せてしまうっていう部分ちょっと恥ずかしいんだけど、本当はちょっと格闘大将やってた、格闘大将、まあ大きい声では言えないんですが、まあ格闘大将局地とかでも格闘大将やらせてもらってたんで、はい。てなわけで、この、格闘デッキで、参戦します。よし、行きましょう。どうも、北野です。量産型ニューガンダムフィンファンネル装備だったかなの解説というか、エアップ解説みたいなやつをやろうかなと。まあこの背面がね、ドーンってやった後にこうバン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 って やりたい感じはするんですけど、いかんせん機体サイズがでかいんで、これはどう工夫していいかちょっとって感じですね。まあこのドーンってやった後にで、こっからもう擦る武器がない。これ外すと、あ、バンバンバンで、まあ擦りつけるのがビームスプレーガンの装射型しかなくて、まあサーベルと、あとはバズーカとファンネル。しかもこのバズーカとファンネルはタイプ、別タイプがないっていう、 F キーで切り替えができなくて、まあバズーカの方は背中って感じ。うん、こいつはなんか微妙なんだよな。これだったらもう1000あってもいいような気がするんだけど。ということで、なんか俺ちょっとあんま回す気になれなかったんですよね。これちょっと見て、皆さんはどうでしょう。まあ俺レンタル使ってみた感じ、これがなんか、
はい、っていうことで、今回の戦場はトリントン湾岸基地となっております。また召喚部屋ですね、俗に言う召喚部屋です。やっぱりあれなんかな、召喚の立ち回りしてるからやっぱ召喚部屋に入れられてしまうんだろうな。アムロだし、俺アムロだし。今回は罰ゲームのシリーズとは、一切関係ないんで、そこのところよろしくお願いします。本当ネロのね使い方っていうのを、皆さんにご紹介する、動画となっております。エテポンゲ塾ですね。はい、大人気シリーズエテポンゲ塾の一つです。本当いろいろね、いろんな人が新機体が出るたんびにね解説動画を出しておりますが、FX ノットキタノンとか、後藤隆とかいろいろと出しておりますが、もうどいつもこいつもエアプ野郎ですね。エアプ野郎使ってもないのにね、悪口ばっかり言いよる。この武器がちょっと火力が足りないわとか言いよるんですわ。彼らは何者かに利用されているのか、機体が大きいわとか言いよるんですわ。そんなんじゃないだろう。量産型ニューガンダムを使えるっていうだけでいいんだよ。わかるか、この最近みたいな顔した量産型ニューガンダムだとかを使える、そういうところが大事なんだ。武器のあれがあればとか、そんなん言い出したらねえ、あれなんだから出撃する地点を選んでください。ね、ちゃんと使ってからやってほしいもんですわ。その点僕はね、ちゃんとネロを、ネロを愛し、そしてネロをしっかり使いこなし、もうネロでもう10連キルぐらいはもうやってきてるんで、もうこの動画撮影前にテポゲリハプティズム行きます。10キルぐらいちゃんと調整してきてるんで、はい、この動き、もうネロ使いの動き、ネロ使いの動きです、これが。はい、ご覧いただけただろうか、ネロ使いの動き、こうグレスロを生かしながらね。そして格闘あるあるをここで一つ、負けない。格闘、やばい、指揮官から指示が届きました。出てこなければ倒さなくて済んだのに。格闘、何このジオとかはわけわからんし、こんなんジオとかし、出撃する機体を選んでください。出撃する地点を選んでください。指揮官から指示が届きました。はい、ここでね、格闘あるあるを一つ披露したいと思います。格闘は振った後のことを考えない やつらが、お、水！ああ！そう、倒しゃいいと思っている、やつが多いです。僕はね、ガンダム一機売却シリーズってのをやってたんで、命の重さってのをしっかり理解しています。命の重さを知ったプレイヤーは、無防備に敵の中に突っ込んでいたりはしません。格闘で敵を切った後、そこが一番大事なんですよ。切った後どうするのか。待って、地雷が降ってきているよ。
そこら辺までねしっかり考えれないとちゃんと格闘を使ってるとは言えませんね。それはにわかの格闘使いです。もういろんな見てみてください。格闘を使い張っている人たちの後のことを考えないプレイングを、後のことを考えない。にね、CT もねすぐ解けるんで、もう調整もバッチシですね。 CT 管理はもうバッチシです。これでこれはちょっと4番を抑えに行った方がいいんだけれども、4番はちょっとエースが来ているので、エースがいるんで、このジム3セミストライカーは護身用としてジムマシンガンを持たせております。これはもう護身用ですね。3点フラフラって飛び上がって、もうちょっと芋ってんだよクソどもが、前出てこいや。何芋っとんじゃ後ろでビビっとんのか。呼吸器が破壊されました。あ、はい、では、ネロのね、使い方をもう一度、ね、丁寧に教えて、いこうと思い、やっていこうと思います。これが、ネロの基本スタイル。基本的にはもう格闘のみで攻め込んでいきます。そしてこれはモードチェンジすることによって、このガンダムと同じ振りの二刀流になることができますが、これは基本的には使いません。あー、これ引こうはっ、生き生き丁寧に格闘ってのは生き生き丁寧に、隠密、ちょっと迫撃があれだな。ちょっと回復したいな、これは。今これで失うわけにはいかない。そして格闘移動がすごく早い、優秀。ちょっとね、ありがとうございますって言いたいんだけど、そのボタンがまだコントローラー設定できてない。もう切れた。はい、切れた。お前、俺が移動してるだけにね。お前すごい。すいません、ちょっと珍しく取り乱しちゃいました。すいません、ちょっと芋プが多いんで、芋プレイヤーどもが多いんで、ちょっと珍しく、クリアリングしっかり
やってくれ頼む。よし、サンキュー。よし、ここから、これから、ここから立て直していこう。やっぱりね、やっぱりガンダム、ガンダムが最強なのだよ。ガンダム、ガンダム、僕が一番ガンダムをうまく使え。ああ、もう燃やされてなかったら、燃やされてなかったら取ってた。燃やされてなかったらもう。エテに、エテボンゲにジオを渡してしまう。これ、これは、これ、これはな、これはシールドだよね。これシールドで、アクションキー、アクションキーを押すことによって、覚醒できるから、一気に行くか、一気に行くんか、一気に、今、今多いな、行こう。行きます。1キル上、はい、1キル上、余裕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 ですわ。マジかき乱しだった。もう格闘酔わない、もう格闘なんか弱い気がするわ。降りてこいよ。また燃やしおるから、マジで燃やしたやつ殺すからな。すげえ、あい、うまい。ああ、もうぬ、ザク、あ、完全に警察掴みましたね。この戦場完全に連邦ペースです。ジオン軍はね、もうこの89というラインから、前に出てこようとしませんね。まあそれを作ったのは、何を格闘、私の、格闘の脅威、うん、僕が格闘で振り回すことによって、心から、心のダメージを与えていく、ま、もう前、これ以上は前に出れないぞっていうのを作ったのが、これはもう本当にこの戦場勝ちに導いたのはエテポンゲと言わざるを得ないですね、どうやら。まあこの、まあ、初心者の人が 見るとちょっと今 CT を大きく CT になってるやんっていう風な見方されるかもしれんけど、ちょっともう一回言うけど、これは下手くそだから CT になっているのではなくて、連邦が勝つためにあえて CT になりました。あえて、そういうことです。はい、本当ね、側初心者の、ね、人はね、よく勉強してください。この僕の動画をしっかりと5回以上見てください。5回以上しっかり見て、格闘の使い方、そして各戦場の立ち回り方、今どこのこの局面でどこの政治拠点に行くのか、どこに攻め込むのか、レーザーは足りているのか、など、はい、もう CT 管理バッチリです。次行きます、ネロ行きます。ネロ行きます。ここはちょっと格闘マップじゃないってのが、もうちょっとね、まともな格闘を見せてあげたかったんだけど、今回はなかなかちょっとしょっぱい結果になって、はい、こういうことね。すまんな。あ、ビリビリしないで。はいはいはい、そうやって一人で出てくるから、そうやってな、やられますね。指揮官から指示が届きました。あー、燃やされてる、ネットが、うわー、もうマジで。出撃する機体を選んでください。出撃する地点を選んでください。指揮官から指示が届きました。来いよ、回収しなきゃ意味ないわ。来いよ、クソ芋ども。そうやって出てきた敵にしか攻撃合わせらんないんだろ。これぐらいの
傷をすぐ修復できるよ。見せる。戦略兵器が破壊されました。ちょっとどうしよう。行くか。俺は絶対に胃もたれはしない。戻されなければ。と申しますから、お気をつけください。出撃する機体を選んでください。出撃する地点を選んでください。やっぱ上ばっかり行っててもね、あれなんで、下もしっかり警戒しよう。海側から戦略兵器が来ることもありますんで。どんなに壊れていても、あいつは許さん。あいつは許してはいけない。許しませんよ。ああいうね、フレーム使い、フレームを使うやつはね、早急に倒しとかなきゃいけない。見つけ次第フレーム使うやつはもうすぐやっつけなきゃいけない。よし、4番はもう制圧。あ、そこの裏にいる。セミストライカーが一番強いかもしれん。肌に合うわこの機体。肌に合うわ。なんかセミストライカーが。よし、あと20秒でジオが復活します。ジオでどこを攻めるか。今からジオでラインを上げるところをお見せします。もちろんキルも取って抵抗するね。これ3番だな。これ僕が3番落としますんで。そうすることによってもうジオンのね、何、繊維をもうね、持っていきます。繊維ごと持っていきます。大丈夫だ、修理は任せろ。ありがとう。気にさせない。呼吸器が破壊されました。おっしゃ、打ち切る。はい、もうこれで立ち直れませんね。もうジオンの方々はもう今のがもう決め手です。もう完全に。どうしたらゲージ持っていけるかな。上か。やっぱ3番。急げよ。お化けやつ。早く。ちょっとゲージ負けてるんやけども、うわー、マジか。やばい、もう時間がない。もうあったけ、持ってけ。
我が軍の敗北です。撤退してください。敗因は何だったんだろうか。ちょっとよく分かりませんね、この戦場の敗因は。まあ、簡単に歩兵負けなんていう言葉では片付けられないな。次頑張りましょう。やっぱり連邦のリーダーとしてね、連邦のリーダーとして励ましの言葉も、励ましの言葉の一つも送っておかないとね、連邦軍のリーダーとして。はい、あーめっちゃ減る。もうまた大いなるやん、こんなん。もう格闘とかマジで雑魚、格闘使ってるやつマジで雑魚いらんし、こんな格闘とか遠目から撃ってたらキル取れるがな、いらんしな、いらんし。なんで敵の中突っ込まなあかんねん。おっと、はい、ってなわけで、今回は新機体ネロの使い方講座でした。結構ね、いい理想の立ち回りができたと思いますんで、ぜひとも、真似して、運用してみてはいかがでしょうか。はい、では、終わります。エテポンゲポイント、ネロのエテポンゲポイントを、今回は、はい、今後新機体はエテポンゲポイントっていうのを、授けていこうと思います。ネロのポイントは100点満点中でいきましょう。はい、ネロのポイントは2点。